どうも高井です。経済発展していく国は GDP が伸びて、で GDP が伸びる国ほど長時間労働というのは少なくなる。だけど日本ってなんでこれだけ経済発展してるのに長時間労働がこんなにも多いのって話をしたいんですけど、それには2つ理由があると私は思っていて、1つはセロトニントランスポーターが日本人には少ない。でこれはどういうことかっていうと、幸福遺伝子が少ないってことなんだけど、何かをやっていても不安になる。つまりいい商品を作っても不安になるってことなんですよ。いい商品を作っていても不安になる。だからこそ多分日本のね、商品のクオリティって上がり続けて世界屈指の商品になってると思うんだけど、それは逆に長時間労働を生んでるんではないかなって私は思っています。で2つ目が仏教、宗教的な問題で、根っこには仏教の問題があるんじゃないかと私は思っています。石の上にも3年ってことがありますけど、とりあえず3年間耐え続けるみたいな、そしたら何か見えてくるみたいな、まさしく仏教というか宗教じゃないですか。先輩よりも先に帰っちゃダメっていうのも多分仏教的要素が入ってると私は思っているので、例えば20時間営業のコンビニとかね、送料無料とか過剰なサービスの、その2つの問題、セロトニントランスポーターと仏教的根っこのね、思考の要素が入ってるがゆえに出てきてしまったのではないかなって。でそれがあるから逆に日本としてはものすごいクオリティの高い国になってしまったんだろうかと私は思っているので、なんで私はこんなにも働いているのに儲からないのかなと思ったら、こういう本を読んでね、考えてみると、もしかしたらね、あなたたちの思考を変えることによってその現状を打破できるかもしれないので、やってみてください。それでは。